合体攻撃出すのむずいわ。よし、竜将にしたらこいつなんやって思うよな。いきなりいたぞー言うて猫拾い始めるんやから俺の事情知らんから。こいつはやんのかこれ。分かってこいや。オンス強っ。なんかパンチが強い気がする。っていうか、あ、そもそもスキルの設定もしてないし、これレベルアップの時の案内で案内される ままにスタイル変えたから。よいしょ。いろんな点で損してる。ヒート攻撃力マイナス 30% は痛いよな。しかも体力も少ないんや。総合格闘家を何やと思ってんの。じゃあ焼け石に水かもしれんけど、ヒート攻撃力アップ。ちょっと待て、学生ばっかりや。怖い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 。この先ちょっと待て。いやもうなんでこいつらが絡んでくんねん。全然連絡ちゃんと取り合えてない。スタミナが。下段2連続の時の2発目のパンチがめっちゃ痛そう。これうわー、飛びつき式 DDT。 うわー、マジか。それは痛ないやろ。裏勘なので。今のは体がちゃんと曲がる方向に曲げられただけやから痛くないやろ。ああ、おい、お前よりこっちや。なんか揉めてる。家路を急ぐ男。マナーにうるさい男か。こいつか。うるせえよ。フランケンシュタイナーからの抑え込みじゃないでしょ今のは。今のは裏カンラナでしょ。どう見たって。分からへん。今のは裏勘なの。っていうか、ああやって抑え込むのが裏勘なのよ。自動公園やったっけ。遠いな。またいじめられてるやん学生。ほっとくけど。
ふう、あー、まだ絡まれる。優勝はなんでタクシー乗り場に行かへんのやろなって思ってるよな。これがかっこいい、このパンチ。そうこいつめっちゃとどめの一撃入れるやん。こいつ目立ちたがりやな。またおる。またおる。ちょっと待て。もう。てめえ舐めてんのか。アフロ下段の手に、うわ、ほんまや、なにこいつ3連続でローキック出せる。総合っぽくはないけどな。全部とどめさすやん、こいつ。こいつと行動してたらチンピラもガンガン倒せて経験値稼げるかもな。それはええねん。でもこの ただの雑魚が、ただの雑魚が鬱陶しい。経験値にもならへんし。こういうやつ、おらー、これは美味しい。龍翔、龍翔さん頼みますよ。わかってますよね、龍さん。わかってこいや。おい、おい。美空ひばりの息子みたいなやつ出てきた。おいおいおい、いいよ、リュウちゃん、リュウちゃんいいよ。起き上がり攻撃警戒して、リュウちゃんかわして、あー、やられた。一撃食らうのが命取りやからな。よっ、合体攻撃出したいんよな。よっ、よっしゃ、きた。普通、しかも死なへんのかよ。久しぶりに、うわぁ、空振りする。おいおい、お、疲れた、あとは頼んだ。嘘、やっぱりやる。よいしょ、膝十字、おらおら。うわぁ、ちょっと待って、今龍翔やられんかった。うわぁって言った、龍翔さん。お、なんやこれ、守りのリングルビーやって。龍翔を倒して、より成長したチンピラを倒した俺が一番強くなるという構図。え、めっちゃ絵の手に入った。頭と胴の負傷度の増加を 10% 減少。やったやった、チンピラ倒すべきやな。ただちょっと体力なくなってきたぞ。家って体力回復したっけ。あー、関係なさそうやな。
やばいな。コンビニ飯でええか。いらっしゃいませ。じゃあとんかつ弁当ありがとうございました。その場で食うタイプ。湿布も使うか。いらっしゃいませ。もう一個じゃ。あー飲み物もあるわ。スーパーカップ、スーパーカップたまに食いたくなるよな。スーパーカップはね、火薬とスープが一緒になってないからね、俺みたいな野菜を食わへん人間には避けやすいんでね。そのやっぱ大事ですよね、そこはね。ありがとうございました。チャーシューだけうまい。釣りが発生しました。別に食えるよ。食えるけど馬ないから食いたいと思わへん。ない方が美味しくいただけるんやから。さあ来たぞ。うわめっちゃ怒ってるなこのサラリーマン。こいつほんま生きるのしんどいやろなこのおっさん。怖っ怖っ。だから油断してはおれん。こいつなんやねん。ひょっとしたら俺の知ってる女が危ない目に遭うかもしんねえな。何その考え方。まあでも達也がそう言うなら行くか。ちょっと待て。ああもうほんまにほんまに、いやいやもうチンピラとは戦うよ。でもお前らとは戦いたくない。危ね。ほら来いよ。ほら。うおー痛い。おい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 。はいはい。ゴミみたいな経験値しかない。釣りが発生しました。犯人は若い男のようです。助けてやりたかったけど、もうあいつ助けに行こうとしたら別のやつに絡む。おらー、おい待てこの野郎。待てお兄ちゃん、アンビリバボ。うわ、なんやこいつ、怖っ。モノマネしながら追いかけてきた。やんのかおい。うわ、痛い。頭がぐちゃぐちゃになる。やばいやばいやばい。やばいやばい。とんかつ弁当、いやちょっと待て、とんかつ弁当はまだ置いとこう。スタミナン X。 いややっぱ恐ろしいな。
しっかりガード。しっかりガード、しっかりガードしてたら劉翔がタックルしてくれるから。コンピューター側もどっち向いてんねんのやつあるんやろ。関節狙うんやな。おいおい、レベル1ヒートは足狙いで、レベル2はよいしょ。おお、膝蹴り、足にもダメージ与えたそうやな。よし、勝てる。ここで合体攻撃じゃないけども、よいしょ。おら、くっそ、よいしょ。あかん、電信柱では。おいおいおい、怖っこいつ。おっしゃ、膝十字で決まりや。決まらんな、決まらん。おい、それで決まるんやったら膝十字で決めよう。もう、ああやばいやばい、 V ダメージが痛い。またやチンピラおるわ。あー大変やな、頭が。いや、また病院で贅沢しよう。配信してない時にお金ちゃんと貯めるわ。黒ひょうの世界において金をケチったらそれだけ時間がかかってしまうからな。チンピラと戦いつつ、サブイベやって、いや今のは避けられへんやん。画面の切り替わりだったじゃないですか。レベル10にやって、怖っ。どうしよっかな、大阪行かずに。声高っ。大阪行かずにずっと劉翔と一緒にさ、経験値稼いだ方がいいかもな。痛い。ちょっと待って、ほら体力がさっき2発ぐらいしか食らってないよ俺。ほんまやばいな。まあ、総合格闘技が体力ないからそのせいか。あー怖い、よいしょ。ダッシュ攻撃のプレッシャーがえぐい。あー怖い、あ俺じゃなかった。今完全に劉翔蹴ったね。いや、やばい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 。ああタイガードライバー91気味。ザク
5連ダウン攻撃。こっちみんなやめろってマジで。よし、よっ、おっしゃ。うわかっこいい。やっぱヤンキーとそのヤクザでは格が違うっていうことを教えてくれるゲームなんやな。でもヒートアクションの威力は低いっていうんやもんな、総合は。え、マジで？あ、守りのリングルビー2つ目。無敵や。これ10個手に入れたらめっちゃええんちゃう。あ、猫マップ更新。スキル、スキル総合格闘技コンボ、よし、アンチが 4連打になる。ウォールヒートの攻撃力が上がる。ええやん、それはいいね。てかヒートアクションとウォールヒートって別枠なんやな。ヒートためっていうのは正直いらんけどな、わざわざつけへんと思うねんな。スキル一マス使って喧嘩のコンボもまあ買っとくか。必殺技は結構ですかもしれへんね。総合格闘技ヒートの威力低いっつってもウォールヒートはいいかもしれん。でもウォールヒートあんまり安定せえへんよな。ウォールヒートが出せる壁と出せへん壁の違いがまだよく分かってないから。薬屋寄っていこう。ああ猫、どこどこ。よし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 。やばい、アイテムがいっぱいや。回復アイテムか。いらっしゃいませ。それでも頭道眼いるよな。あとはダブルゼータぐらい買っとくか。ありがとうございました。ふう、ちょっと待て。いや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 。社員黒服見えてないけど、いやもう捕まえろよ。力すごいんや。いやもう怖っ、こいつこいつめっちゃ怖い。ホラーやんこいつ、こいつの存在。追い詰められたキャバ嬢。すごい。わしがお仕置きしてやる。そんな下品な服なんぞ切り刻んでな。おい。おい、おっさん。
してレベル1やんか。ええことしてるつもりっていうことよな。それは厄介やで、ほんまに。おいおいおい、それ冗談パンチ4連続早っ。冗談パンチ4連続になったっていうのを確認する間もなく、指示中と一緒に。どうしたん、おいじょう。おうおう、やったね。ヒーラーや、一緒に来てほしいな。社員行ったら3万円ぐらい取られるんやろな。あのおっさんは反省するシーンないんか、結局。